今日もおでこ見に来ました？おでこないです今日今日はちゃんとしている日です。こんばんは。今日も美しいですか？ありがとうございます。赤色サンタさん、めっちゃ可愛いギフト。シマンチュさん、MJ さん、アバッタンさん、ナラブさん、お団子。ゆうちゃん、まさひろさん、めちゃきのこさん、綺麗ギフト。ナラブさん、綺麗ギフト。両手ゆうちゃん、花びら、並ぶさん、ペンギンと桜餅となんちゃら餅、ありがとうございます。こんばんは。おいでます元気さん、バラ、竹まつるさん、キュウリアさん、並ぶさん、ラブレター、ありがとうございます。こんばんは。よいしょ。ゆうちゃん、綺麗ギフト、ありがとうございます。やっぱそういうメール送ろうと思って送ってなかった。そう、ホワイト尽くし。確かに昨日、ん？昨日黒やった。あ、そうだ、昨日黒来た。もう今日はもうインスタを投稿しました。ストーリーにも最近行ったカフェをまとめて一気に載せた。3つまだ載せてないやつもあるけど、まとめて載せちゃった。いつもサラがこうやってカフェのストーリーを載せたら、リネちゃんがストーリーに反応ハートを押してくれる。なんか分からんけど反応されます。なんかサラフィが行ってるカフェ全部見たことある。なんか
チェックしとったとこやったりするみたいな、かわいいみたいなあったら。そう、これはストーリーのハイライト用なので、まあ気にしないでください。ストーリーのハイライトに載せるために、ハイライトに追加するためにこれを載せているので、なんで急に載せたんだろうみたいなのはないです。そう、まあ、ストーリーより投稿を見てください。もう今日載せた投稿はもう広島じゃない、間違った、韓国の中でもめっちゃ行きたかったやつ、一番行きたかったとこ、もう何が何でも行きたかったとこなんですよ。超かわいい。リップの色が良きですねって、わかります？そんなのわかります？狙ったよ。なんかまあ、毎回ちゃんともう行くカフェが決まっとる、まあ大体決まってから行くけんさ、決まっとる時はもう、そのカフェに合わせて行く。そう、ここはリボンカフェにリボンの服を合わせて、でもこの服はインスタを見てください。この服は韓国で買った。現地調達。もう買う気満々で、そう、韓国で服買う気満々で買わずに、ほぼ持って行かずに行った。スカートだけ持ってっとって、あともう一個予備のワンピース持ってったけど、でも全然着らんかった。行って買いました。割と合わせていっとるかも。これ昨日乗せたこっちのやつもちょっとピンクっぽいカフェやけんピンク。これは、まあ、たまにはピンクを買おうかなって思ってピンクを買いました。これもあれで買った、韓国で買いました。ここに地味に見えとるこのバッグは、この水色のバッグはもう韓国で買った。割とね、韓国で買ったものをもう買って次の日に使ったりした。1日目、あれ1日目何着た、基本はカフェに合わせて服は選ぶようにしてます。まあ大体どこのカフェに行くかは決めてから行くけん、決まってない時以外は助さん、神谷さん、中野さん、ひろふみさん、奥行さん、MJ さん、大悟さん、ナラブさん、バオバブさん、ターさん、綺麗ギフトありがとうございます。そう、現地調達した。まあ、韓国ならいっぱい服あるだろうっていう気持ちで行った。
これでもういいのなかった時は終わってましたね。いいのがあったのでよかったんですけど。帰りの荷物、でも行きをそんな持っていかんかったし、韓国のためにちょっと大きめのキャリーを買ったけん、そんなにかも。うん、全然キャリー一つと、あ、でもお土産とかもねあったけど、お菓子とかいろいろ買ったけど、でも意外とね全然入ったよ。全然入りましたキャリーに。まあ、最悪あの別にバッグで持って帰ろうと思ったけど、意外とねいけた。全然いけましたね。スマイルさんありがとうございます。なんか冬服、なんかアウターを2個持っていこうか悩んで持っていかんかったけど、まあ持っていかんくて別に正解やったか。やっぱ冬服やけん、冬の旅行ってさ、物が服が分厚いけんさ、結構パンパンになる。そうだよ、メール送ってないんよ、そういえば。今日は夕方、昼過ぎか、アリちゃんと出かけたんですけど、アリちゃんがイメチェンしてました髪を染めてました。でもね似合っとった。なんか全然違和感なくていいじゃんって思った。そしたら あんまり髪染めるのなんかあんまりそんなあれなんやけど、似合っとった。違和感なかった全然。でもアイコも全然違和感なかったけん、やっぱに合う人は急に染めても違和感ないんだなって思った。お似合いでした。似合っておりましたよ。なんか髪が重たいけん重たく見えんように
染めるみたいな言っとって、でも全然似合っとったよ。その人に合ったものをするのが一番ですね。吉田さんの演技の仕事は解禁されてない、 NG です。いまだに NG ですから。まあ演技 NG って言ったらさ、それ MV とかでもやっぱ入ってくるかもしれんけんさ、あれやけどさ、舞台は舞台だけはやりたい子がやった方がいいので、私は NG のままだよ。もちろんあれはたまたまひろ、たまたまひろてれに、ひろてれさんのあれを呼んでもらったから、あの演技が当たっちゃっただけで、あ、いらないねそう、当たっちゃっただけで、そう、あれだって違う曲のやつだったらあんな演技みたいなのなかったから、なんか宇宙人みたいNG のままなんだって、当たり前じゃん、当たり前だろ。私は本当にやりたくない、なんか別に舞台とかをやりたくてアイドルになったわけじゃないから、舞台をやるんだったら私はライブをしたい、舞台をするなら公演をしたいです。なんか宇宙人みたい、いらないね。そうそうそう。まあ何でもね、やりたい子がやった方がいいからさ。そう、やりたい子がやった方がいいんで。きっとやりたい子はいっぱいいるから。まあまずオファー来てないんですけど別にオファーは来てないですよ、来てないと思います、きっとオファーは来てないと思うんですけど、私は別にやりたいわけじゃないから、やりたい子がやってください。試しにやってみなくて大丈夫です、はい、大丈夫です。試しにもやらなくていい。まあいろいろ楽しみにしておいてください。まあ避けれない時はあるじゃん、やっぱ MV とかなんか全員がやる何かとかさ、この前のやつみたいな、まあ、そういうのは、まあ、もちろんお仕事なのでやらせていただきますけど、やりたいお仕事の中に私はまあ舞台とかは入っていないよっていう、ただそれだけ。
やすべえさん、花びら。セリアさん、花びら。ありがとうございます。グルメレポ、グルメレポ、グルメレポか。いや本当にめっちゃ美味しかったものとかやったらうーんってなるけど、ちょっとでもあれあんま好きじゃないなと思ったら顔に出てしまうけん、正直レビューでいいんだったらいいけどって感じ。ついなんか自分では出してないつもりでも出ちゃう気がします。いやそういうけん、その分本当に美味しいと思った時はめっちゃ良いリアクションをできるんですけど、だから私はインスタでも本当に美味しかったとこじゃないと美味しかったって書いてない。ちょっとメール送ります。いやダメかもしれないけど、でもできないもんはできない。それは美味しい、うんうんうん。テレビは向いてないかもね。でもナッツライブの時になんかあのなんかさ、毎月何人が見とるんか、みんな存在を分かっとるんか分からんけど、プラチナ会員限定特別企画サラピのちょい足し選手権の時はなんか正直に言っていいですよって言われとるんよ。なんかそう、苦手だったら苦手って言っていいし、あんまりなんか違うなと思ったら違うって言っていいよって言われとるけん、そうやりやすい。でもなんか大体ね、そのまずいまずいようなのになったことはない。まずいなんてことはもちろんないんですけど、まずいことはないけど、まあ、これはこれじゃなくていいかなみたいなのあるけど、でも全然正直に言っていいですよって言われとるけん全然言うよ。サラピの料理美味しくないって書いた強者いないですよ。勇者いないです。勇者というか、てかそれはね、私に失礼というよりもナッツライブのレシピに対して失礼ですからね。めっちゃ焦がしたとかじゃない限り、めっちゃ揚げさせてしまった、揚げすぎてしまったとかじゃない限り、そんなまずいことはない。というかナッツライブ大体全部マジで、今まで作ったものマジで全部美味しい、胸を張って言える。プラチナありますよ。プラチナ会員、ゴールド会員、一般会員、一般会員、一般の方、一般会員、プラチナ会員だったらもう絶対当たりますしね、多分。見えやすい席が当たるんじゃないですか、ここだけ。な
プラチナ会員がか、今日じゃない、違うや。明日からだ。4月は4月17日です。4月17日水曜日、サラピリご飯。お待ちしています。2年目に行けるようにみんなが来てくれないと突入できないので、明日からかな。まあ平日なのでね、毎月ありますので、まあ、休みが取れたり取れなかったりするとは思いますが、お待ちしてます。まあでも5月からは土曜日とかもできたらいいなって思うって思います。1回だけ土曜日やったよね確か。うん、日曜だっけ。いや土曜日、土曜日だから、なんか日曜日はそもそもできんみたいな聞いたことあるよね。そう、なんか日曜は確かなんかそもそもができないって確か言っとった気がして、土曜日にかせめて金曜日とかね。でもまあ5月からは4月じゃない、5月からは土曜日もやりやすくなるんじゃないかなと思います。しっくりが、いつも満員。多分。でもなんかたまにね、今まで2回3回なんか今日は何人ですみたいな言われたことあるよね。でも外れたって言ってる人もおるけど、なんかよくわからんのよね、そこのとこよくわからなくて。でもなんか夏ライブの方、スタッフさんお優しいので、外れたとかなんかは、ん、支払いがどうのとかなんかそういうのあったら、意外と連絡したら、直接連絡したら対応してくれると思うので、って感じです。あさっちさん、えだっちさん、わたるさん、奥行きさん、ナラブさん、ライディーンさん、スケさん、ありがとうございます。あった、あったあった。4月17日水、あ、違う、3月28日、明日からだ。申し込みは明日からですね。
ゴールド会員で先月外れた。時々外れる。まあでも外れるのはね、多分いいことなんですけど、私からしたらね、外れるぐらい応募があるということだからって思って、外れたよって聞いとったのに、なんか席空いとる時とかあるよね。なんかよくわからないですね。なんかチェキの枚数でわかるんよね。チェキ何枚取ってくださいって言われて、その何枚取った時に、その枚数が少ない時は、あ、今日少ないんかなと思うけど、なんかちょっとよくわかりません。そう、多分キャンセル、あ、そういうことか。キャンセルしたらってことか。当日キャンセルしたらってことか。でもなんか多分そのキャンセルを言わずに普通に来てないだけ、普通に来てないだけやったら、その始まるまでさ、わからんのよ多分スタッフさんも。やけんそういう時はお弁当をもらって帰るサラがお弁当をもらって帰ります。そういう時は私がもいただいて帰ります。確かに事前に、当日でも事前に言っとったらあれなんかもしれんね。もうスタッフさんがもう来ないって分かっとるけん、お弁当をもう準備してないとかで、だったら私もらえないもらえない。そう、なんかメールの返信とかで行けなくなりましたって言ってくれとったら、サラが、あ、なんか一人来れないって言ってましたみたいな、とか、そう、来れないかもって言ってる人いましたみたいな感じで言うんやけどね。そう、お弁当もらえたら嬉しいですそれは満員でみんながね来てくれた方がいいですけど、まあ、もらえるんで、その人にお弁当買ってもらったようなもんですその人にお弁当を買ってもらったみたいな気持ちでもらって帰ります。チェキも持って帰るんで、持って帰るわけないじゃん、いらないよ自分の自分のソロチェキ。まあそれはみんながねちゃんと来てくれた方がいいですけど、まあおのおのね、仕事がどうしても終わらなかったとかあると思うんで、キャン待ちやる、公演みたいにキャン待ち大阪やけん、関西の人やったらね。そうやけん、私は別にね全然あの来れなかったでも別に全然怒ってないんで気にしないでくださいって感じです。ただもう5人ぐらい来れんくて5席空いとったら、まあ悲しいけど怒るはない。お金払ってくれているわけだしね。そう、キャンセル待ち当日キャン待ち、あさかさん、つっきーちゃん、みみんさん、ひーちゃん、ありがとうございます。メールを送る。
今日まあまあ歩いた歩数、今日は9900歩ぐらい、ギリ1万いかんぐらい歩いた。まあまあ歩いたのでは。でも今日はまあそんなめっちゃ寒いわけでもないけど、あったかくもないぐらいの感じやったけん、毎日の目標歩数ないないけど、まあ5000超えればなんかまあ歩いたなって感じ。たまにね、一歩も家から出らん日、数十歩とかの時あるけんね。家の中で携帯持って歩いた距離全然ある、数歩、本当に数歩みたいな。コンビニかスーパーかぐらい行けよって感じなんですけど、まあそれすらもめんどくさい日ってあるじゃないですか。体が腰が上がらない日があるんですよ、たまにね。だから私は基本的にもう何かで外に出た日にちゃんと全部済ませるようにしとる。もう一旦帰ったら行きたくなくなるけん、行くぞっていう気持ちを持って。1時間ちょっと、いや、うん、何も考えてないけどなんかカフェ行って買い物して、その買い物でお店なんかぐるぐる歩いとったら気づいたら結構歩数いっとる。あと広島の本通りのアーケードをなんか行ったり来たりしたら意外と結構歩数いく。歩くの嫌いだから私、基本的にそう、基本的に歩くの嫌いなので、あの一人の時が嫌いね。別に誰か通る時にやったら全然歩くってなるけど、雨の日と一人の時はもう歩きたくない、歩くの嫌いって感じ。誰かと喋りながら歩いとったらもうすぐじゃんけど、一人やったら全然進まないってなる。レッスンの時、ああ入るんじゃない？入るんじゃないか。基本的にタクシー。いやいやいや、そんなことないですよ。何分からタクシー、いや何分とかじゃない、なんか何分とかじゃない、もうその時による。雨やったら10もう10分でもタクシー乗るし
雨でどうしても外に出ないといけないみたいな。そう、カフェの場所見ると割と歩いてるなと思う時ある。どういうことですか？どこからどこの割と歩いてるですか？だからまず雨の日はまず外出ないから、私は基本的に。東京やったら全然歩くよ。東京はなんか逆に歩くくない？なんかさ、東京の電車って早いじゃん。別に適当に駅行っても来るしさ。でも広島とかそうではないけんさ、待ちたくないのさ。だったら歩くわってなる。東京、え、そう、最寄り、東京は最寄りから割とすって感じのことが多いけどね。めっちゃ遠いみたいな、あんまりない気がするけど。東京は本当この1年でめっちゃ電車とかも分かるようになった。乗り換えとかもすいすいすい、あ、ここねーって感じ。結構結構ね、なんか広島の40分、広島の電車で40分とかバスの40分と東京の電車の40分ってなんか全然気持ちが違う。感覚がなんか違う。東京の方がすぐ着く。福岡とも違う、なんかなんか違う。フックポンさん、熊高さん、ありがとうございます。今日のパフェ、あ、メールじゃなくてなんだっけ、ストーリーに載せたやつ。期間限定かな、分からん。前にメールで送ったよね。期間限定かもね。
てか全部期間限定かもね、割とこのパフェもこのパフェも。パフェってさ期間限定じゃない大体。パフェは期間限定です。特にいちごはね今の時期って感じ。期間によって当たり外れめっちゃある。うわーこれかーみたいな時と最高じゃんみたいな時と結構分かれる。パフェはまあお値段はまあまあしますね。1500円ぐらい普通にする。今日行ったところもいちご食べた。まだ載せてないけどな、載せてないですけど。そういえば。最近はメールの方が先に送っとるかも。インスタに載せるよりもメールで先に送ってますね。爪が剥がれてきた。やり直さないと。今日なんかドラッグストアみたいなところなんやっけ、薬局みたいな、薬局なんかそういう系のところでさ、コアラのマーチが60円ぐらいで売っとって、買わんかったんやけど、もう食べ過ぎると思って買わんかったけど、60円ぐらいで売っとって、ってコンビニで買ったら、ん？コンビニやったら1個の、ん？ 2 つの値段じゃんと思って、
倍の今まで全部コンビニで買っとったけんさ、倍の個数チャンスがあったじゃないかってなった。なんかさ、じゃがりことかもさ、そういうドラッグストアみたいなとこで買った方がめっちゃ安いよね。けどなかなかそういうとこに行ってるときはさ、そういう気分で行ってないけん買おうと思わんのよね。コンビニに行くときはもうそういう気分で行ってるけん買うしさ、高くても。あ、そう、名前のやつあった。でも名前のやつ、まあなんかもういいやと思ってやめた。もういいやと思って。昨日やったばっかだったからね。しかも開けたら結局その日に食べるし、昨日も食べたし、開けたらね、名前のために開けたら食べちゃうから、もうちょっと飽きてきた。美味しいんやけどね。名前のやつを買ったところでどうせすぐ食べて終わるんよ。名前自分のが出たら出たで、吉田も言うてすぐ食べとったし、次の日には言うて食べるんですよ、すぐ。言うてね、もう開けたら終わりです。開けてなくても終わりなのに、開けて終わらないことはない。基本的にありません。冷やして砕いてバニラアイスに混ぜて食べる、すごいじゃん、アイディア。吉田残しとるつもりやったんやけど、なんか気づいたら食べ終わっとった。でなんか最後の一個見たら、あれみたいな、残したはずなのにってなった。そう、湿気るし、まあまあ食べちゃえってなるじゃん。チョコの食べ過ぎはお肌によくない？知らねえ。知らねえ。うん、何でも食べ過ぎはよくないんだろ。
レッツさん団子ありがとうございます。今はねチャートリーのアカウントに載せるものがあったんだったって思ってね。チャートリーのさインスタ始めてから言うてもう結構経っとるよ。気づいたら最初が何人やったのか覚えてないんですけどね。聞けばわかるのかな。だいぶ増えたと思いませんかだいぶ増えたと思いませんか。あのカレンダー時代のチャートリーのアカウントから潤ったと思いませんかちょっと女性比率を上げたいですね。女性比率カレンダーは消してはないですよ。アーカイブにやってるだけで消してはないんで、戻そうと思えばいつでも戻せますそう。ただまあ必要ないかなと。私が最初に投稿したのが6月だからもうちょっとですね。6月22日が初投稿してるので、2、3日に1回は載せようと思ってるんですよ。あとさやかりんはインスタをしていないから多めに載せようっていう裏テーマもある。あとなんか自分じゃあんまり載せない子、りねちゃんとかもあんまりなんか載せそうで自撮りとか載せないんですよ、インスタとか。意外と全然あのほら最終更新1月でしょ、意外と更新しない人だから、なっちゃんはなんか一緒になることが少なすぎて載せれる機会が少ないよね。そう、一緒に公演出ることもないし、チャートリーではね同じポジションやし、でも花垂れでもあんま一緒にならんしってなったら会うことが少ないよねそう、会った時はレッスンとかね、そういう時は一緒におるんやけど、結構でもレッスンの時ってそんなめっちゃメイクとかしてるわけじゃないけんさ、写
写真撮るあれの感じではないしさ。そう、あとくるくるも普通に会う機会が少ないよね。だからさやかにはインスタやってないから、カフェとか行ってもさ、どうせそのメンバーも載せるけん同じ感じになるやん。でもさやかには載せるインスタがないから、そう、しかもこの前はなんかりえちゃんじゃないや、なっちゃんがリアルお話し会の時に、そう、しかも今日は今度のリアルお話し会は珍しくガーリーな服着るけん乗せれるよって言われて、でそのなっちゃん見つけた瞬間チャンスって言って、チャンスだなって言って、ガーリーなっちゃん、ガーリーなチャンス、なっちゃんが今日どこかに出かけると言っていたけど、どこ行ったか知りませんか。知らんわ知らん知りません、さすがに知りません。配信で本人に聞いてください。私は知りません。大きな月になってました。え、そう、昨日のレッスンの時になんか沖さんがね、多分服をなんか洋服とかいりますかみたいなツイートしとったやん、沖さんが。それでなっちゃんなんか欲しいみたいな書いとったじゃん。でもその時にさ、なんか服もらうみたいなやつで、もらなんか好きに持って帰ってくださいみたいな言っとって、でそれで、あのなっちゃんが沖さんのやつをもらっとって、でしかもその服が沖さんがよくレッスンの時とかに着とった服で、 なっちゃんと沖さんってレッスンの時とかもシルエットがそっくりなんよ。服装の感じも似とるし、後ろ姿も似とるし、で眼鏡で来るところとかももう全部似とって、そう、二人がもうそっくりで、たまに本当に間違えるぐらい似とるんやけど、それでなっちゃんが
あの沖さんの服をもらって着とったけん、もうめっちゃ沖さん、めっちゃ沖さんやった。系統が多分一緒よね。なんか姿勢とかも似とるそうなんか姿勢とかスタイルとかもなんか似とるんよね。全てが骨格というかなんというか全部が似てるんですよ2人。衣装とかを着てみんながステージで見とる二人はあれかもしれんけど、レッスン中の二人とか特に似とる。生き別れの姉妹、そこまで似てないけどいやそこまでは全く似てないんですけど、はい、充電。まあ、ただ止まったらなんか止まったらミュートされる。今日桜の日らしいよ。なぜかというと3月27日桜、3月27なんか足して9で3区27で3月27で桜みたいななんからしいよく分からんけどそうらしいです。そう3区27で桜27みたいな3区27ってちょっと忘れたけど、
ちょっと七並べやろうかな。一押しガチャまだ出てない？明日からとかかな。やるか、じゃあやったりますか。あ、本当や。私のいつもの一押しガチャのやり方は、まず自分のカードで引きます。10連やるじゃないですか。でやって、で、あ、このえ、この今回の UR いいじゃないですか。やるじゃないですか。でやったらダイヤのかけらたまるじゃないですか。ってなったらシークレット確定じゃないですか。まあそれでやるじゃないですか。てか、なんか全部水色、今回もいいじゃん。でやりましたら、ダイヤのかけらまでやったら千穂さんのカードに変えて、千穂さんの一押しガチャを引きます。チョウさんのやつを、チョウさんの一押しガチャをやるんですよ。ダイヤのかけらたまるじゃないですか。でしたら自分のカードに戻って、シークレット確定で自分のを引くんですよ、っていうやり方を最近はやってますね。コインはもうイベントの時に、あ、UR、イベントの時にいっぱいやった分でいっぱいあるんで、いけちゃいます。昔はね、もうコイン足りないみたいになりよった時もあったけど、もう最近は貯蓄がありすぎてちょっとじゃなくならんくなった。結構引いてるんだ。結構引いてもなくならんぐらい。ともゆきさん、ナラブさん、ヒュースさん、ありがとうございます。もうあとは吉田沙羅で弾くしかないかな。
と2回しか弾けないじゃん。4回もう一押しガチャの時期っていうことですね。まあでもやらないとコインは減っちゃうんでね。ベッドタイムにやってもあんまコインたまらんけんさ、ベッドタイム以外の時にいっぱいやってないと。本当はダメなんですけどね。チェンジ。手動のチェンジ。しまーい。フルで引きました。うん、いいじゃん。倍増券とか全然使ってない。13分の24秒にします。13分の24秒にやります。ラーラブさん、中野さん、タイアリです。
縁並べしてない話とはコメントをしてください。ショールーム、タイミングはねずれると当たらないので、いや出さんくてよかったな。やめろ。おお。順当にいけば1位なんですけど。しゃ。1位。もう終わった。16分24秒にやります。まあ、基本的に3分に1回はできるあれなんですけど、違うとこに行った人は間に合わないかもしれないですね。違うとこと当たった人は間に合わない可能性大です。というか意外と順位が下がっていない、みんながあまりやっていないということか。しまった、最悪だ。広告に入ってしまったらもう終わり、間に合わんかもしれん。そうですね、自信満々に言わないくれ。間に合いませんでした。間に合わなかった勢はいますか？スルーしましたか？押さなかった。おお賢い。17分24秒にやります。え、もう広告当たったら最悪なんやね。なんかさ、結構途中まで見らんとさ終われんし、広告が手に当たった時最悪です。2人。なんかこういう時合わせるよって言った時にさ、わざわざ毎回違うメンバーのカードで毎回合わせてくる人は何なんだろうっていつも思う。まあこういう日はまだいいんですけど、イベントで頑張っている時とかにもあからさまにやってくる人がいるんですよ。奥行さん、ビギナーさん、タイヤリです。サラピの星4がありません。 UR ですか？UR 確定がないからね、星4は。すいません、あなたじゃないですあなたじゃないです。当たった記憶ございません。
曲げた。パスしないで、パス合戦しないで。ムーンライト伝説。はにゃ。ただ一度の20分24秒やります。青春誰も全然気づかないものです。空の青さとなんだっけこの歌、どで人気づく未来の果実、違うか、未来の果実か。なんか今なんでか分からんけど、誰のさリクエストなんか知らんけどさ、なんかさこちゃんの生誕祭みたいなのがさアーカイブであるんよね。なんでセーラームーンなんでそれを見たんよ。それを見てなんか僕体懐かしいってなった。金吉田さら、ケマツールさん、タネさん、スマイルさん、タイアリです。幕体を懐かしく思いながら見ました。3期の僕隊見たことない。16人でやってないよね。8人でね。少ない人数でやってるんやって、それぐらいは知ってるでしょあら1位行ってないアピールですか。昨日ゴゴリバ見たって。ゴゴリバ、24分24秒にやります。ちょっと間隔を空けましょう。当たらんってタイミングが悪いんじゃないですか。前回も今回もずっと当たらないということは、押すタイミングが合っていないのかと。
オペラさん、ミンミンさん、セリウスさん、ラブさん、ありがとうございます。ほら、また当たる人と当たるから、やっぱタイミングですよタイミングですよ。グイキさん、カミサラサラさん、ナラブさん、タイヤリです。3期の僕隊はアイドルでポンポンパンが、はい、へえ、そうない、まあ8人でやっとったら無理だろうね、全員。あ、そうじゃん、普通に足りんじゃん。本体は嫌だ、私は前で踊る方がいい、本体はやりたくない、本体はやりたくない。キャー、もう負けた、もう負けました。セーフ。はあ、私は27分24秒にやります。あと何回やろうかなって感じ。順位の目標とかは特にないからさ。カエルサンツさん、ピルスさん、タイヤリです。出すの遅い人と当たって、え、そうだよ、間に合わなくなるからね。そうなの、みんながどっちかわからない、みんなが早いだけなのか、こっちが普通でみんなが遅、あの他の人が遅いのか、どっちかわからないけど、スタンプ変えようと思って忘れとった。チェ、トンネルされてチェって言ったらさ、もうそこ持ってないのバレバレやん。一人で止めているな。
礼します。1位、ターさん、ありがとうございます。ラッキーな1位でした。本当にバースト仕掛けとって、本当にバースト仕掛けとってパスばっかりしとったのに、なんかそのパス合戦しとった人たちがなんか消えてったら勝てたみたいなことあるよね。30分24秒です。まるで私がパス合戦を始めた人みたいになっちゃう。違うんだけどね。カウントダウンしても意味ないですよ。時差あるもんだって。こことここで。ナラブさん、アツシさん、タヤリです。当たったってコメントしてたからちょっと出すの遅かったんでしょう。見通しなんだから、時差的にも。急に大声出さないでびっくりしちゃうの。可愛いこぶらないで。私も負けそうだぞ。チェ。何がダメな素材？バーストしました。瀬戸内かわいい。瀬戸内かわいい？スティーブがかわいいってか？50位まで上がってきたよ。みんなやってないでしょ。33分24秒にやります。もうそろそろかな。ソロ7並べを終わろうかな。一人しかおられないかい。竹さん、たやりです。今日は桜の日だから桜ソングを歌うよ。毎日カラオケアイドル3日目。3日目。あ、そろそろメールを送る時間でもある。
今日桜の日です。オタクみんなで食べた。やめてくれ。しゃ1位。1位で終わろうと。でもカラオケ配信をするにはメールを送らないといけないからね。じゃあ皆さん7並べ終わったら帰ってきてください。喜びが男子って、やったランキング197位になりました。しょぼ。じゃあメールタイムとしましょうかね。そらね、手相のシワ少ないんよ。めっちゃはっきりしとるんよ。なんかこの前お話し会でファンの人に見せられた手相の人、なんかめっちゃシワがめっちゃ線入っとってる人って、でもさ、あんまね、入ってないよね。めっちゃはっきりしてる。桜のしおりをリクエストしても歌ってくれる人少ないのなんでって。知らないんじゃない、歌を。歌を分かってないんじゃない。はーる、さらなんてアカペラでも歌える。はーるのそよ風がどこからか吹き、通い慣れた道、喜びも悲しみも、いけるん。過ぎ去った季節、うん、道歩き始める。桜の花を、花を、歌えるよ。私はこの時にはもう見てたからね。いつも忘れはしない。メール何書こうかな。
オッケー、これでもう今の桜のしおりで満足いってくれました。いける。よし、じゃあメールも送ったので、毎日カラオケアイドル3日目です。3日坊主で終わるのか終わらないのかは分かりませんが、3日目です。画面変わったかしら。どうしよう、変わってなかったら。変わってなかったら。変わっとるよね。あれ変わっ、わらわら、なんでみんな笑っとん、何が面白い、何か面白いことあった、画質も変わった、画質も良くなった悪くなった、携帯の方が画質やっぱいいんかな、悪いんかな。ブー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 、止まってないでしょ、止まってないでしょ、更新してください。更新してみてください、皆さん。戻ったかな。正常ですか。ソングって結構暗めの歌が多いね、今見てみた感じ。なんかこのチャイム安っぽくない？本家とちょっと違う。これ踊れるから、you
Thank you.
私はね、これを聞いたら、あれを思い出す。チームエイトかな、確か。の方たちが、合宿やっとった時に、これがね、主題歌じゃなくて、なんていうの、なんとかソング。課題曲やった回かな、お確かね、私は妹で見てたんですよ。あとあれもあった。助けてジーザス、今すぐ迎えに来てよ、守ってジーザス、近づく誘惑。さあ、ああいうのやりたかったな。絶対ああいうとこおったらさ、どう考えても目つけられるタイプではあるけどさ ああいうのやりたかった。私やりたかったね。やりたかったです。ザ・48って感じのさ、なんか厳しいことやりたかった。助けてジーザスみたいな。絶対できんけどね。いや、行ったら絶対、悪目立ちする方ではあると思うけど、どう考えても。絶対先生に使われる曲ではないと思うけど。でも、なんかちょっとやってみたかったですね。グラソング、どれにしようかな。もっと他になかったっけ。桜のしおり、桜の木になろう、あ違う、桜の花びらって桜のしおり、桜の木になろう、ギブミーファイブ、十年桜、桜、あと何があったっけ。なんか途中からさ、桜ってつかんくなったやん。毎月じゃない、毎年さ、桜ってついとったけどさ。桜のしおり、桜の木な、桜の花びらたち、十年桜、あと何があったっけ。桜、ラメッセージ、言葉が違っても、桜ソング、あ、ソーロングだ。前しか向かねえ。Give me five。Give me five はやばい。桜の木になろう。まあでもさ、なんか盛り上がる系ではないけどさ。Give me five 聞いたらさ、あれ思い出すんよね。AKB カフェ&ショップ博多店ができた頃を私は思い出すんですよ。ちょうどその頃やったけんさ、めっちゃ懐かしい。私は小学何セン、何センチ、小学何セン、何センチじゃないや、何年生か。小5とか小6とかその辺。今日ちょうど「ギブミーファイブ」聞いたや。
カスタネットかタンバリン、簡単なやつ。やだ、懐かしすぎでしょ。全部懐かしすぎですね。さしすせ、あれ、さしすせ、thank you.
だが一番多い歌じゃない確か。だが多い。アカペラで歌った。あ、これか。これはまあ盛り上がる系ではないけど、桜の日なんでね、今日。3/9/27。
あのドラマも懐かしいですね。まゆ。ではちょっとこの曲でみんな泣いちゃうみたいな気持ちになったところでオタクを食べちゃいたいと思います。それでは毎日カラオケアイドル3日目最後の曲です。じゃーん。
いつの日かの HKT さんのコンサートで、ね、大量の桜の花びらバーンってなったコンサートもありましたね。ということで桜の日桜メドレーありがとうございました。ランキング読みたいと思います。48位としやさん、24位フェルスさん、13位よしとさん、あれ合ってるか、12位たーさん、11位けうさん、10位20世紀ともちゃん、9位中野さん、8位やすべえさん、7位すけさん、6位バーバブさん、5位赤色サンタさん、4位セリアさん、3位ととえもんさん、2位なゆうちゃん、1位ならぶさん、ありがとうございました。ということで本日も配信ありがとうございました。それでは私のインスタグラムをおしゃれ韓国カフェ投稿を見ていいねコメントよろしくお願いします。たくさんギフトもありがとうございます。ミラーボールと花びらも桜の日に桜の花びら大量にありがとうございます。あ、せっかくなんでスクショプレゼンツ、テロップ邪魔、なんかそう、もうちょっとこうだから、ちょっと細かい作業、これは桜の花びらですからね、言っときますけど、ということで終わりたいと思います。楽しかった、よかったです。それでは終わります。ありがとうございました。バイバーイ。